は、えー、はいいおはようございます久しぶりに、ね、あのコンピュータープロ,ログネタなんですよ、えーと。この方から椅子をもらってて、そうやっていればね前にもこの方からもらってたみたいなんですけども意味が分かんなくって、えー、とすみません、無視してたんですけどもってのは、決対な奇妙なテストコードなんですよ。それは確かね人間が生成したものじゃなくてこなんか自動生成したものだみたいなことで。 何それはっていう感じだったんですねっていうのはあの普通そのこれはバグじゃないですかっていうのは人間がテストコードを生成してで用通り動いてないよっていうことでああこれバグだと思ったんですけどもでこ,この人のやろうとしてることっていうのが何なのかなと思って意味が理解できなかったんですけどファこれはファズーテストだっていうんですよねここに書いてある。あ ファズテストって言うんですって。で、チャット GPT に聞いてみたら、ファズテストって何っていうことでね、要はそのなんかこうもうでたらめにあのコードを生成して、で、そいつがその、えー、それでダウンするようなことがあってはいけないと、そういうテストみたいなんですよね。で、いただいたあのテストコード、ZIP ファイルを開くとね、そもそもエディターで開け ですよなんでかなと思ったらあのー、な得体の知らないこうも文字が入ってたりとかあと何だろうこ,こんな、えー、とけったなコードは絶対人間書かないみたいなのが入ってたりするんで。 だからこれ人間が書いたときはなんか自動的に生成したものみたいな感じですよね。でチャット GPT にねファートステストって重要なのこれってって聞いたらこれは非常に重要なテストだよって言ってんですよね。であのやっぱりそのどんな入力を与えられても落ちちゃいけないんだそうでして。 だから私、えーまあ、設計したときっていうのは作ったときっていうのは、まあ、人間もミスするかもしれないけどもだいたい予想をつけてあのこういうのはエラーこういうのはエラーみたいな感じなんですけどもこんなむちゃくちゃな入力って想定してないけどなみたいなのを示されて。 あのめくらったんですけれども、まあ、チャット GPT によるとそれは非常に重要なあのテストですっていうんですんで分かりましたということで対応しますよってことでお答えをしておりました、えー、まあだロバストネス上がることになるからいいのかなと言いつつでもそこまでいるもんですかね <laughs> 明らかにあのアスキーコードでもないしユニコードでもないしみたいなコードが入ったりするみたいなんだけどそれにも耐えられないといけないのかなとかねあとあの数値アトムにあのオペ術語で あの数値アトムにこうなんだっけ優先順位を与えようとするようなドってもう人間って絶対かからないんですがあそっか、まあ、やっぱりこう,こういうのエラーにしとかなきゃいけないのかなとかえー、と思いながら見てたんですけどもえー、まあまあぼちぼちやってるかなっていうふうに思ってファズテストって言うんですねファズテストファズあっファズってあれか音楽のあのファズファズファからファ,ファズから来てるのかな歪んだ ちゃうわ <laughs> かりません。あの、ファーズテスト重要だそうですんで。